はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側リージョンを使ってプレイしていきたいと思います。今日も、テストサーバー来てます。バージョン 4.3.0 ですね。マクミランエステート系のグラフィックアップデートが入ったマップに来てますけども、まあ、今回はそれがメインではなく、まあ、いろんなパークに調整が入りまして、ね、このテストサーバーでいろんなパークに調整が入って、その中で今回は死恐怖症というねパークをピックアップしてちょっと動画にしていきたいと思います。後ろからなんかついてきてるのいねえか。よし、 OK。 はい、まあ死恐怖症っていうのはナースの固有パークなんですけど、まあ皆さんね、もう結構古くからあるパークなんで皆さんご存知だと思うんですけども、そちら死恐怖症がね、まあ、今回調整が入って弱くなったと。でどう弱くなったのか、実際にどんな感じなのかっていうのをね、今回お見せしたいなと思って来たんですけども、落ちか、なんすかこの手付けの悪い壁は。以上で、死恐怖症ってのはどんな効果かっていうと、負傷、ダウン、またはフックに吊されてる生存者が1人につき治療を、修理、破壊工作などの作業効率が 4% 低下すると。1人につき 4% だから4人フルで怪我してたりとかしたら、まあ、16% 治療とか破壊工作、まあ、修理が遅くなるよっていう効果だったんですよ、以前は。でこのテストサーバーで新しく調整の入った死恐怖症の効果は、あ、やべ新しくなった効果は、その治療速度に対する作業効率低下の効果は削除しましたと。まさかの。その代わり負傷状態とかね、フックに吊るされてるとかダウンしてるっていう生存者が1人につき、その修理破壊工作の作業効率低下が 5% になったと。 4% から 5% になったと。まあ、それだけで見ると、まあ、数値が上がってるんで強化かなって思うんだけど、ね、4人負傷してた場合、以前は 16% だったけど新しくなったら 20% と、計 4% もね増えてるから、そういう意味では強いかなって思うんだけど、その治療行為に対する作業効率低下の効果が入らないので、以前よりその遅延効果が薄いかなと。どんどん生存者に回復されちゃうんで、前より前は負傷状態の生存者いっぱい増やすと、まあ、その治療行為に対しても遅延効果がかかるんで、みんながやばい、死恐怖症の効果ね、少しでも軽くするために治療しなきゃ、でも治療にも遅延効果かかってなかなか治療がみたいな感じだったけど、それがないので今は次々回復されてしまうんですよね。ちょっと負傷増やし目に行きましょうか。ああ今2人、今一応遅延効果いってますね。これで3人目。どこ行った、ここにいた人。あ、すごいな、1人ここにいたんだけどな。はい、別の方行こうか、見失っちゃった。今3人負傷状態。これ発電機つけるのは 15% 遅くなってますね。1人いたな。はい、よしよし。あー、やっぱ1人回復した。あ、早いんだわ、普通に回復しちゃうんだもんな。まあでも逆に一周回って治療行為に対する遅延効果がないから、ちゃっちゃか治療しちゃおうって言って治療じゃんじゃんして、その分ね、セルフケアとかでね、時間費やしてくれればいいんだけど。
開いた。逆にそれで遅延になるパターンもあるかもしれない。一周回ってよしよしよし、いい感じいい感じいい感じ、かなりいい感じ。オッケー、いいね。4人負傷、これの状態だと発電機 20% 遅延ですね。以前がこの状態だと 16% でしたけどね、今 20%。でも治療は別に遅くならないので、そう、うわ、 こういう強コルターの声強くなったな。はい、コルターの声強くなった。こっちか、どこ行った？いた。はい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 、救急箱とか持ってる人だともう即治療されちゃうな。 OK、 まあ今発電機4台しかついてないけど、それが果たしてその新しい C 恐怖症の効果によって発電機遅延がえぐいからなのか、ちょっとテンポよく、僕の今の釣りペースが良くて生存者が発電機回す余裕がないのか、ちょっとどっちかなのか定かじゃないですけど、まあ多分前者はないかなっていう気するんですよね。えよ、はい、おお、あ、ああ、びっくりした。よし、OK、はい、うん、いい感じに遅延入って、危なっいい感じに遅延入ってるようで、実はそうでもないんでしょうね。まあその試合展開とかにもよるからな。今はいい感じだけどね、そもそもこの試合自体が今キラー寄りというか俺が優勢だから、その C 恐怖症の効果もよく見えるかもしれないけど、うん、実際は拮抗してたり、まあ、不利な状況だとまるで意味をなさないパークだろうなっていう。有利な時に強いっていうパークって別に何でもいいじゃないですか、それだったら。さあさあさあ、はい、いますね、いた、はい、 OK、 よいしょ、なんだフェンミン大渋滞、フェミン大渋滞はい、OK、 まあちょっとテストサーバーなんでね、ランクもちょっとガバいかもしれないんであれなんですけど、まあ、テストサーバーはねそこら辺ちょっとちゃんとしたデータ取りづらいので動画としても見えづらいんですけど、まあ、本サーバー移動した後実際に使ってみたりとかもしたいんですけど、まあその効果の文章を見る限り、あとちょっと使ってみた限り強化ではないかなと僕は思います。完全に弱体化かなと。どこ行ったんだ、いた、うん、これで強化はないな、完全なる弱体化かなと。治療行為に対する遅延効果がないってねえどうなのそれ。はい、ナイス救助。だから前ほどそのリージョンとかプレイグとかに相性良くないんじゃないかなっていう気します。俺的にはリージョン負傷ばらまきやすいんで C 恐怖症相性いいかなと思ったけど、まあまあまあ新しくなっても相性いいけど、ね、発電機遅延は結構いけそうだから強いとは思うけど、うん、治療遅延入らない分がやっぱりどう関わってくるのかなっていう。でその治療今までだったらじゃあ4人負傷させてたら、まあ、治療とか修理とか破壊工作全部に 16%全部言ってその、まだトーテム壊したりとかゲート開けるとかそういうのに関係なかったけど、
まあ、治療とか修理とかにね 16% かかってたけど、治療の 16% 分まるまるなくなるんだったら、もうちょっと数値上げてもよかったんじゃないかなって。1人当たりね、1人につき 4% から 5% のたった 1% の上昇ではなく、治療分を消したことを加味しても、まあ、プラス 3% ぐらい、1人につき 7% とかね、にしたら強いんじゃないかな。4人負傷だと 28% 発電機遅延、結構強いと思うんですよね。結構強いんだけど、それも常に発動するわけじゃないですからね。マックスで 28% だけど、まあ、治療に対する遅延効果がなくなるんで、でしょ、回復されやすくなってしまうわけですから。いいよ、すぐね回復されちゃってマックスで効果は入らないんで、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど。お、なんで飛び込まなかったんだ。いたはい、オッケー、こんな感じでね、はい、発電機ついたの2台だけだったけど、まあ本来もっとつくんじゃないかなっていう。テストサーバーだからね、そこら辺はあれなんですけど、うん、まあこればっかしは本当にその数値的に調整が微妙な調整なので、どれぐらい遅延が強くなったのかっていうのがね、分かりにくいんで、伝わりにくいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、先ほども言ったように僕は体感的には弱くなってるかなっていう気がしました。はい、もっとなんかあの生存者がね、もうちょっと強いと、まあ、ガツガツ治療入れたりないし、まあ、修理したりとかでじゃんじゃん試合が進んでいくんで、そのそれを止める力はないかなっていう気がしましたね。ということでね、イタチとか C 恐怖症とか結構遅延系パークがね、弱体が入ってって、なんかあまり良くない流れだなっていう気がしますけどもね、まあ、そこら辺調整よくしてくれればいいなと思うんですけども。はい、ということで今日はね、バージョン 4.3.0 のテストサーバーで新しくなった C 恐怖症を使ってみるということで、相性のいいリージョンで行ってきました。いかがだったでしょうか。他にもね、調整されたパークがありますのでね、そちらも動画にしていきたいと思います。今日はこの辺で撮ります。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。